こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回はシドレミ入りデッキやってみましょう。レディー、シドレミ、国樹、ノム、佐伯、先駆けと、さあいきましょう。素晴らしすぎで、まあ先駆けの強さは前やったデッキでだいぶ分かったつもりなので、やっぱ強い精神ボーナー10のダイナマイトタック守備とか来ると相当強いというのは分かったので、まあそこにめちゃめちゃ余った筋力抜いてしどれみという形でまずはやってみようと。まあ敏捷点も結構余ると思うので、そういったところでやっていけるんじゃないかなという感じですね。で、立ち回り的にはやっぱノムをパッパパッパ上げてって、しっかりと心意志をね、早めに入荷していろんな体制を整えていければいいかなという感じです。びっくり出ねえけど、だったらここでいいか。で、あとは成績がね、休むのところに出た時にはしっかりと意識して拾っていきたいですね。うん、ノムでいいか。これでとりあえず丸石は作れる感じかな。で、ノムも評価はいったでしょう。お、びっくりしねえな。あ、まだ作れねえな。ここは別に取んなくてもいいからな。休むでは雫石しか取れないと。よーし、素晴らしい。早すぎ。はい。これ何が必要なんだろうな。まあ、精神にしとくか。びっくりが出ねえ。で、丸石。まあ、ここ拾っておくべきでしょうね。佐伯か。粘り打ちもらったわ。うん。コツくれるのはありがたいよ。アクセテン。ああ、なるほど。なんか、精神とかだったら、うわぁ、まあ、丸石だからいいか。ここは、成績を取りに行くべきだが。うん、ダイナマイト2つですね。調子安定ありがたい。はっ、国樹、いいね。アウトコースつかみますか。で、精神メダルが効いたなと。アクセ作るか。うん、評価まだいってないですもんね、全体的に。早すぎ。よしよし、ここまではいいよ。で、まあ先駆けでいいでしょうね。亀石、まあ左が欲しいけど、あとは精神メダルちょっとさすがにそろそろアウトしてもらって、左くれ。
なあ、ソウルいいね。購買部いいですね。今んとこまあまあ悪くないよ。あとは宝石さえ作らせてくれれば。39なんだよな。39か。いやー、通したら強いですけどね。さすがにきついでしょうね。無理はいけん。無理はいけん。なあ、ダメか。ありがとう。うん、無理しなくてよかったと。で、走塁抑えちゃって、アクセサリー屋ももういらんでしょう。で、ダイナマイト一応作れますね。作っちゃうか。オッケー。徐々に体勢は整ってきました。で、ここにこれ作りの雫石が足んないか。うん、さっさと拾ってあげた方がいいですね。パワーヒッター、チャンス欲しいな。残念。はやー、頼むよ。ナイス、これは偉い。うわ、強えな。36なんだよな。ただこれ結構拾いたいですね。強いな。拾ってあげたい感ある。まあダメかもしれんが、ダブルタックなんだよな。しかもこれはダメ元で行くべきやな。うん、ダメ元で行くべきですね。怪我しにくそう。もう一個あげれるか。アクセであげようかな。まあ星がきついんですよね。そうするとまあ経験点、まあ通るかまずわかんねえからな。臨床メダルぐらいにしとくか。いやー難しい。アクセで上げちゃうのが一番いいですけどね。通るかわかんないんだよな。もしもしんどいし。まあ、なんか立てた方がいいかなと思ってます。いや、いいか。まあまあいいか。よーし、偉い。マジで偉い、これは。購買部アップも関わってきますからね。だいぶ助かったわと。いう話と、一回休まんといかんと。うん、今の大きいですね、本当に。なるだけ回復しましょう。おっと、また入ってきてるな。強いなぁ。ダブルタック。ただ丸石を取っておく必要はないか。我慢してもいいけど。あー、強いなぁ。
レイリーがまだ評価いってないのか。3タックだったらやばいことになってましたね。コバイブが1個足らん。いい感じではアップしてると。ダブルタックだし行っちゃうか。これ筋力もすごいぞ。パータイ、うん、セクニからハマってんな。はい、あー国寿さんね、拾っていいでしょう。亀石割と欲しいし、ナイス。もうすごいな。シドレミか。アベレージヒッター、守備職人、走塁取ってるし守備職行きましょうか。今のうちに鶴橋攻めるのか亀石行くのか。鶴橋攻めちゃうか。ちょっとここまで来てると掘りまくりたいな。ありがたい。購買部もしっかり入りましたね。あとはイベント走ってくれ。ちょっと静かだぞイベント。レイリー入ってる。まあ拾いに行くべきでしょう。めっちゃハマってますね今のところ。今のところね。これ立てて崩そうという話と、アベレージヒッター頼む。お、素晴らしい冷静。ちょ、これイベント走ってくんね本当に。強いんだが普通に。うわー強いな。これは体力回復もできるし踏みてえな。星が今一つしかないっていうのと、雫石、雫石か、ここなんだよな。強いけどさすがに取った方がいいな。雫石じゃないとはかどらないですね。おにぎりもあるしいいでしょう。よしよし。あといべは大丈夫かなと思ってますけど、マイベ怖いですね。ここ健康に過ごしてもいいかもしれないけど。おー、ラッキー。死ぬほどハマってんな。先駆けでもいいですけど、成績がすごい入ってんだよな。ここは立てないとダメというのと、3つは取りましょう、さすがに。後イベはいけそうやな。頼む、マイベ走って。サク？マイベ。よーし。これ、やばいな、来てるぞ。うおー、強い、強すぎる。強すぎる。精神一気に入ってくんな。うわ、筋力も欲しいけどな。ここも欲しいですけどね。ここは精神も入れておきたいな。絶対なんか立てた方が得策やろ。ここはポイントでかいですからね、どう見ても。まあ、ここ行くかここ行くかではあると思います。臨床取り切ってしまうか、まあ、バランスを考えるか。800点だな。800点か。筋力も取れるしな。いやー、臨床はないやろ。まあ、何かしら立てよう。何かしら立てよう。
1個建てれば終わる話だしね。まあここ技術メタルでいいか。強900、筋力すげえなー。夜便症も死ぬほど取れる。勝負するのかこっち行くのか。便症行こうかな。いやもういらなくねえか。さすがにいらなくねえか。精神カンストしとるやないか。ちょっといかんことしてるな。精神カンストしてるやないか。ちょっとあまりに順調だったのでびっくりしてしまってますね。すごいなこれ。うん、筋力が足らないと。おわーすごいな。まあ掘ってっていいでしょうね。ここはただ取り除いとかんと前に進めないと。佐伯としどりみか、広角打法を取りますか。ハマりまくってますね。技術が足んないな。阿部飛欲しい。技術メダル無駄遣いしなきゃよかったかな。うん、これ何点出てんの？すごいことなってるな。ダイナマイトか。3作ったらまだ無理やな。まあデートしとく感じかな。うん、これ相当強そうですね、今。で、しっかり成績も取れているので、まあ、ミスったのはさっきのカンストぐらいか。うわぁ、すげぇ。可能性しか感じない。ちょっとお願いだから、まあ、イベント走って。ナイス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 。マジナイス。もうイベントさえ走ればいいよ。うん、ここ、掘ってって、でいいでしょう。で、所持限界になっているので、今のうちにほっといて前に進めばいいと。ダイナマイトが来るとちょっと厄介なのと、まあ、ポイントバランス的には筋力と技術が欲しい感じですね。これは取ってもしょうがないけど、レイリーはちょっと欲しい感はあるけどね。うん、これは大した練習はではないので、行く必要はないかなというところではありますね。デートするか。ちょっと待って、落ち着いて。いや、カンスト痛かったな。200点ぐらい損した気がしますね。いや、これは何かがハマっている。しどれみ丸石でもう全部揃う感じか、一応。ただ、ここをもう便所行く意味がないと思うんだよな。うん、もう便所よりはまあ、筋力も入るけどね。先駆けでいいんじゃないかな。まあ、コツは欲しいですけどね。コツは欲しい、確かに。ただいらないんだよな。
うん、ハマりにハマっています。大ハマりしてる。イベント、イベント、イベント、マイベ、くそー、やばい。マイベ先生が来ない。すごいツルハチ作っちゃうか。うん、マイベが来ないですね。成績もこれで数足りましたね。マイベ来て。はい、来い、来い。よし。2回目。マジ、ドハマりしてんの？なんなこれ？ちょっと落ち着いて、これ確認して、少量少量、まあ、掘った方がいいんだな。これ言ってもしょうがないよな、でも。カターでいいんじゃないですかね。カタレンしときましょうか。まあ、丸石は取っといてもいいけど、どっかで。278ですね。これは取りましょう。うん。すさまじいハマっている。国樹か。まあ、必要ないね。イベントが来ない、イベントが。前、後ろともちょっと怪しくなってきている。うん、前、後ろともちょっと怪しくなってきている。頼む、これはマジで頼む。来い、マイベ、おーい。これ、丸石掘っとこうかな。一応ここもレベルアップできるかなね。掘っとけば。佐伯か。内野安打盗塁。亀石って2個になってるかな。頼む、マイベ。マイベ走って、これは。これマジ強いんだが。うん、こんなにハマるのないからね、多分。もう二度とないと思う。ただまだ。まだ一回ずつなんだよな、しどりみとか。先駆けは二回行ってますけど。いやー、頼む、走ってくれ。はい。くそ。うん、コツ拾っていきますか。広角打法。安倍人あれだもんね。打球伸びだもんね。怪我しにくさ。前で。はい！はい！ナイス！さすがにしどれみ行くやろ、A だし。うわ、強っ。もうこれが強い、ただ単純に。190だし、取る？なんか、別にこれを避ける理由ってあんまり見当たらないよね。
まあダイナマイト誘引っていう意味ではまあいいか、強いわ普通に。エールタックさん3タックですしね。うん、ラブパワーもうまい。パワーヒー取ってるな。いや、ちょっと待てばよかったか、これならね。しどるみ1か。弱えな。精神とかで待ってもいいですし、普通にデートで稼いどいてもいい。ここ、S にするか。デートかな。あ、この程度だしね、正直。亀石拾っときたい感。枯渇寸前や。よしよし。後いべはいけるやろ。だってもう最近一人だしね。前いべ頼む。マジで。はい！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 おーい！強っ。真面目にこいて。結構残ってんな。いや、これは言ってほしい、本当に。これは言ってほしい。イベントすげえ残ってるわ。肩だね。走塁ドカンで終わっちゃうけど。うん、でも、敏捷はもういらんちゃいらんけどな。ちょっと枯渇はもう意識していきたいので、さすがに掘っていきますか。それは終わっちゃうね。あ、まだ生きてるわ。マイベコねー。なんか、すごいんだけど、この、走塁に来る感じの量が。前で、前で、前で。はい、前！おーい！来ない。死ぬほど来るな。掘らないとやばいな。ここで掘らなくてもよくない？うん。佐伯は終わりました。頼むー。来い、マイベ。おーい、マイベまるで来ない。打撃取りてーなー。打撃取りたいなー。打撃取りたいなー。ここはもう立てるしかないね。うん、まあもうこれは取っていくか。頼む、マイベ。はい。おー、やばい。そろそろさすがに笑えん。国中。うん、ちょっとそろそろ笑えないですね。そろそろやばいよ、マイベ。よし、とりあえず先駆け行きましたと。で、シドレミ1回のレイリーは2回。頼む。これはマジ頼む。強いよ。すさまじいわ。敏捷はいらないとして、いやー、精神いらないかな。これ111入ってますけどね。対左か。
精神がいるかどうかだな。いらんか。北樹行きましょうか。っていう話と落ち着いて、ここは砕いていって、宝石を立てるしかない。亀石は絶対間に合わないな。で、ダイナマイト崩した方がいいかもな。もう拾えないしね、ダイナマイトほぼ。ここで足引っ張られる可能性は非常にありますね。まずは行こう、まずは行こう。ソーリッド肩行きましたと。一応所持限界なんだな。強いな。難しい。まあ枯渇はできますね。ただ対左もらえるっていう、こんだけタッグ強くて。ダイナマイトもまだあるからな。正直置いといてもいい。ただ練習踏めないんで、ここ行くしかないかなっていうのはありますね。佐伯でいいか。通り取るか。阿部ひ欲しいし、ね、逆境直でいいでしょう。チャンスメーカーか。いっちゃいっちゃい。阿部ひ。うん、いいよ。マイベー、マイベー。おい、ああ、来ない、やばい。マジか、マイベやばいじゃないか、これは。これ、前、絶望的やな、今。いや、この時点でこれは、相当強いぞと。精神とかいらないな。いや、ハートはいらんでしょう。やっぱ技術とかやな。ここもう別に。技術メダル、おにぎり。うん、まあ、おにぎりでも増やしておくか。前、おお、はい、やばい。これは乾燥せんやつやな。いやー、厳しいですね。マジか。これ乾燥しないいかんな。でもこれダイナマイト起きなくなったんじゃない今ので。圧倒的技術不足やな。いやー、ここまでハマるのほとんどないからな。3連続でイベント来るはないだろうしな。強っ。これはワンチャン PG ありそうな感じでしたね。本気で。いやー、走らんねー。からの、すっ、よし。
まず1人連続で来ればいいだけの話ですからね。さすがに成功する。わあ素晴らしいですね。一応貯蔵限界になってる。まあ置いとく意味もないですからね。技術メダルでも作りますか。頼む。レイリー連続で来い。駆け込み。駆け込み来い。レイリー。レイリー。おー、はい。終わった。ただ対左チャンスですね、これ。どうしようかな。めっちゃ強いな、これ。精神とかバカ余りしていますね、そして。まあ、筋力メダルか、じゃあ。が、ちょっとあれば、よりいいって感じか。稼働できねえ、不足して。うわー左まで入ったなこれ。あと阿部飛だけですね、マジで。つんぎょ、まあ確かにバランスはちょっと悪いな。独身術欲しいな。なんとかなんないかなこれ、イベント。すごいエラーしてる。これめっちゃ悔しいなぁ。1かけ独身術。あ、スイープが完走したことを喜ぶか。おーい、マジでそれいかんよ。それはいかんよ。それだったら来いよって感じですね。ワンチャンスなんかコツもらえませんかね。2回目は、怪我しにくさが一応もらえるのか。もらっとこうか。まあ、レイリーが失敗したと思い込もう。技術メダルだよな。精神が凄まじいことになってると。いやー、バランス悪っ。で、鶴瓶打ちもちゃんと入れられましたと。あ、これ阿部飛入るかもしんない。入ったらすごいな。
いやー、ほぼ全部いけました。本当に、独身術以外ほぼほぼ完璧ですね。ポイントバランスについてはもうどうしようもない感じはありますが。なるほどね。これは独身が欲しかったな。これで SSQ ぐらいに乗ればなんかこう可能性を感じられますね。あるんだみたいな。マントル野手いけるやんってなるの。ただポイントバランスはこんなに崩すとはな。ちょっとびっくりですね。投手取っていいのこれ。精神が邪魔すぎる。ここリスクを取る必要はないので休めばいいですね。ちゃんと休まないと次練習できないか。対左も入ってますし、ちゃんと打球の伸びもあると。42骨系が2つちゃんと入ってますね。精神は300点入れられるからそんなに意識しなくていいか。しどれみだとポイントバランスいいな。これでツーアウト。マントリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている堀川。あとは打撃に寄せられなかったのがまあちょっと痛いかなという感じですね。先駆けやないか。しかも左ください。ありがとう。どうしたらいいのこれ。精神まあ588だったら超えないと思うけどな。これだいぶ悔しいですね。独身術で消化したかった。二塁ランナー三塁へ。今日二回。6回の裏、マント攻撃に入ります。この回のトップバッターは堀川。ちょっともうここ外せないよ。投球これから二球目。これはいい当たりだ。いったー。入った入った。マントリードで迎える8回です。今日2本のヒットを放っている堀川。よし、やっぱしどれみを入れたこと、おおおー、なんかそんなのいらないんだけど別に。あー、20オール飛んだ。
やー、悔しいサクセスになりましたね。まあ確かにポイントバランスあれだったけどさ。つんぎょ、まあ、取るもんは取って。で、これで、振っていきたいと思います。少しお待ちください。はい、ということで振って戻ってまいりました。もうダダ余りですね、精神の方が。もうしょうがない、これは。ということで、行きましょう。うん、SS8 の嫁盛りぐらいですね。まあ、独身術がなくなってしまったので、SS9 ぐらいはやっぱり乗っけられたかなというのと、とにかくポイントバランスがもったいなかったと。まあ、技術、筋力にもうちょっと寄せることができていれば、本当に SS9、もっとその上をね、習いそうなぐらいのいい流れはありましたね。ということで、こういうサクセスをね、しっかりと、こう、ものにしていきたい感じはあるんですけど、まあ、マントルは、まあ、光が見えてはいますね。先駆けでかなり光は見えてきたかなという感じはしています。まあ、デッキは多分これがいいかなというふうには思いますね。もしくはもう総力条件もね、どっかぶち込めるようなことができるのかな。まあ、それができれば、より面白くはなるかなという感じはしますね。うん。まあ、いろんなことを考えながらまたサクセスやれればいいかなというところと、今のところは僕はこれ最適解っぽいなという感じはしますね。あとは、まあ、相棒を入れるか入れないかの議論にはなってくるのかな。ただ、精神はもうこれ完全にいらない感じだったので、とにかく技術か。まあ、打撃こんだけ積んでるんで技術不足っていうのはあんまり想定してないんでね。なんかこう、また上手い方法があればいいかなという感じですね。まあやっぱ、ミチルを入れた方がいいのかな。ちょっとまあその辺は考えながらまたやっていければいいかなという感じです。とにかく楽しいいいサクセスだったかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。